何なんですかこれは。はい殿。はい急に家に呼ばれて。私ね、ええ、ちょっと、ええ、ホラーゲームみたいなのやりたいなと思って。ホラーゲームみたいな、え、これはホラーゲームではない。ん、なんか怖いと聞いて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 、はい、やろうと。アウトラスト。アウトラスト、はい、こちらのゲームをちょっとやっていこうかな。どんなゲームなんでしょうね。私タイトル見ただけちょっとよくわかんないですけど、はい、ちょまあまあまあやっていきましょう。はいはい、新しいゲームって書いてあるから。あ、じゃあいきましょう。あ、やったことはない。その、まあ、ここ完全に僕あの、ええ、このボタンを押すのずっと我慢してた待機してたんだねずっと我慢してた。なるほど。ただあのこの下の内部告発者って何、うん、ちょっとよくわかんない。内部告発者誰かいるのかな。スパイが、スパイがいるのかな。まあいいか、とりあえず普通のやつ。オプションとか見なくて大丈夫して、え、お、あ、行こう。あ、行こう。新しいもん、もうだって分かんないもん、行こう。うん。トナがじゃあプレイしていくスタイルで、ね。いいの？いいよ、行こう。あ、オッケー。よし。よろしく。あ、お、何？え？いやいや、クレイジーはちょ、やばいんじゃない？え？しかもクレイジーって大体さ、うん。びっくりマークはてなマーク。そうそうそう。どっちかちょっとはてな先についちゃってるからね。そうだね。え、どうす、え、これどうしよう。いや、トナ、どう？自分でどれぐらいゲームできる？割と？割と初見プレイでも割とできちゃう。割とじゃあハードぐらいいいんじゃない。とりあえずノーマルはちょっとぬるすぎんじゃない。アックナイトメアってことだよねこれナイトメア。そうだね。そうだよね。大丈夫。クレイジーは多分ねちょっと内容を理解しないと多分、うん、あ、そうだね。まあまあまあじゃあまあまあハードぐらい。ハードでいきましょうね。ハードいってみましょう。ハード。あ、はいはい、アウトラストには暴力殺人、性的な描写や乱暴な言葉が含まれています。なるほど、ね、まああのあれがあるね、いろいろねスタート。大事なとこちゃんと読まんと。読んだ今。イエイ。暴力楽しんでください書いてたよ。マジでそこまで。あ、なんだ。あ、え、これ、あ、あ、なに、お、お、これはマウスで操作するの。こうなんですか。ちょっと、あれ、なに、こんな感じ動いてる。ちょっと待ってみる。あれ、殿、あれ、あ、いいよ、いい運転。あ、いいよ、いい運転で。あ、なんか、あ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 、ドキュメ、ね、よう、よう、よう、今触んなくてもいいっぽい。本当マウス振ったりしてもなんもなんない。おる、ごめん、ちょっと、お、お、すごいすごい、あ、あ、気持ち悪い、あ、あ、ちょっと横見せ、横、横、え、お、見えない、ギリギリ、あ、もう触れないんだ、これが最高だ、なるほどね、ここはどこだろう、どこだろうね、山ん中、山ん中、でもこれプレスってさ、うん、貼ってあるじゃん、なんかこうちっちゃくしてるのかな、潰してるの、違う違う、そうじゃなくて、これあの記者さんとかさ、あのイベントとかね、こう写真とかの、なるほど、撮るやつでしょ、これプレス、あ、じゃあ、あれだ、マスコミだ、それ。マスコミ だ、我々マスコミです。マスコミ来ました。はい、さあ現地マスコミ、さあ警備員が出てくるのかな。いや見るからにいないよね。あれれれ雰囲気が、ああ怖い怖い、あ、もう怖いよこれ、はいはいはい、今おならしてたね運転手。マジでブリブリって。何でそれ、コンフィデンシャル。なんか、あ、来た、あ、読んで、差出人、うん、はいはい、件名読んで、なるほどね、はい、件名読むの、なるほどね、マーコフ精神医療システムズの違法行為、うん、こういうのすごい大事だから、はい、ちょっと読んだ。あなたは私のことを知りません。手短に伝える。嘘やん、信じられない。もう今の俺のその、はい、びっくりしたねやめてよ。はい、どうぞどうぞどうぞ。あなたは私のことを知りません、はいはい、手短に伝える必要があります、はい、監視されてるかもしれないからです、うん、2週間にわたって、マウント マシップ、精神美容院で。美容院じゃないよお前さあれ病院で。あ、なるほどね、病院と病院ってだいぶ違う。まあまあニュアンスは一緒ですよ。あ、もう続けて。マーコフの精神医療システムシステムズの、施設の上ソフトウェアの調査しました。いやこれ、ね、お前区切り方がおかしいんだよ、区切り方が。いや俺やるから。あ、じゃあ頼む、頼むよ。はい、たった今、うん、あらゆる機密保持契約を破っていることになりますが、うん、はい、冗談抜きで奴らをやっつけなければ、ほう恐ろしいことがそこでは起こっているのです。お、理解できない、うん、自分が見たことが真実なのか半信半疑です、うん、医師たちは山の中で待ち受けているものを見つけて、うん、ドリームセラピーに深入りしすぎたと話していました、うん、人々を痛みつけてマーコフ社、あれ何あれ、ね、マーコフ社は金を稼いでいたのです、うんうん、この事実一番大事なこの事実を暴露すべきです。なるほど、これどういうこと、はい、わかんない、嘘、解決してから行かないと。あ、行こう。とりあえずなんか頭おかしい人がいて、うん、やめろ、あ、頭おかしい人のなんか監視されてま、お、なんだ、あ、なにこれ、ビデオカメラ、おっと、あ、なんか録画されてるよ、左上、ほんとだ、お、なんかこれ自分でズームしてる、あ、お、
赤外線モードが。あ、出た出た。XQ。何が？何言ってんの？NNNT ですよ。NT。え？まあちょっとアバっていうゲームの話なので、これはもう触れないでいただきたいんですけど。アバのゲームの話。はい、いただきました、はい、これ。メモ N カッコ閉じカッコや拾ったドキュメントカッコ J カッコ閉じや収録されている。カット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 、はいカット、はい。いきます。どうやって動くの？これ。はい、動かして、どの。ちょっと待って、これ W…どうせいつものやつ。おおおおおい、あ、はいはいはい、なるほどね。はいはい、さあまず、はいはい、あれカメラを、はいはい、おいや、結構、あれえ明らかに手動なとこなんですけど、自動になってましたね。どっち、おそらく前だと思います。こっち、あ、館でございます。結構マウスの感度が高いんだね。早い。え、入れなくね。いや、それはどう考えても右じゃん、今。何が、右あったやん、今右に道が、ね、もうほら、あ、こういうとこやん、ほらね、ほら、はい。ドアを素早く開けるにはマウスボタンの、左クリ、もうそこをね、もう左、あ、間違えたマウス、あの、聞いてください、私、左利きマウスを使っておりまして、はいはい、右クリックと左クリックが逆なんです。なるほどね、はい、それはもうあなたの責任。マウスの右ボタンを押すと、うん、開きます。いかに珍しい、なかなかいない、はい。これバイオハザード的な要素なんですかね。でもなんか武器持ってないですよね。なんか攻撃みたいなボタンはあるんですか。これもカメラ持ってるから。それは攻撃ではない。でもこれゼロっぽくない。俺ゼロやったことないんだよね。俺はあれなんか、あれどういうことなん、ゼロ。キリンさんのやつで見た。あ、キリンです、ね、そう、鉛実況ね。そうそうそう、鉛実況、はいはい。でこれをめっちゃ好きなの。風が、え、それは何、え、何これ。毎回なんか映さなきゃいけないのかな。とりあえずカメラを持っていて、うん、この人は、うん、まあ、あのマスコミ走るにはだって走れんじゃん、はい、これ入るでしょ、とりあえず、はいはい、いきなりもう息上がってるけど、え、開かない、開かないですね。カメラ見てみ、なんか映るかもしれないですよね。うわ、えっと、あ、なんかある、なんかインターホンかな、これインターホン、なんもないかななんも近い近い、いや、ないからないから、そんな近くで何かあるとかじゃないから、はい、他探す、他、はい、操作はな、FPS とかと練習だからね、うん、もう明らかにここでしょ。本当？本当でしょ。かかってんじゃない、鍵。行きます。はい。ドン。開かないやん。開かないやん。ねえやん、ダメダメやん。あ、あったあった。何？ビデオカメラを起動している場合、うん、マウスのスクロールアップやマウスのスクロールダウンでズームやズームアウトができます。おお、いいね。あ、それで遠くからこうなんか、なんか場所を監視できるみたいな。めっちゃ怖いじゃん、ここ。明らかに出てくるやつですね。ちょ、きょうちゃん、電気消そうぜ。え、この部屋の？そう。気分上げていく。気分上げていく？いや、別に全然構わないですけど。気分上げていこう。あ、いいよ。上がる？これ気分。上がる。本当？気分上がって、あ、すごい、上がってきた。まあ、視聴者にはね、ホラーゲームを見る勇気ってのはありますからね。うん、お、スマホ飛び越えるには前進しながらスペースキー。ダウン。押して。いいね、ほっほっほっ、そいやさジャンプするにはスペースキー、ほっほっ、よじ登るにはスペースキー、めっちゃ遅いやさ、そいや、違う違う、壁ここだ、あこれあれじゃない、さっきほら上下から乗せるときのあそこ行くんじゃない、あ、これか、空いてたとこ、賢いね、あの間だから多分行くんじゃない、賢いね、君、私はもうやっぱロープで大好きですから、あ、はい、すごい、でもね、あの、はい、左でマウス持っててさ、うん、こういう FPS ってさ、うん、WASD じゃん、うん、移動が、うん、で、スペースを押してジャンプしろって言ったじゃん、うん、親指めっちゃすっごい、あ、内側にめり込ませないと届かないんだけど、スペース特殊な持ち方してるからね、普通の人は、え、これどうするの、開いてるとこあるでしょ、そこにスペースキー押して、はい、はい、そういうやつさ、あー、なに、なに、消えたよ、はい、ビデオカメラ、なに、そうです、Fをして、はい、おお、
すごい。あ、バッテリーを消耗するってうまくコントロールしてくださいだって。え、やだ、消えちゃった。あ、バッテリー右側に書いてあるじゃん。どれどれ、右上に電池マークあるじゃん。それが多分バッテリーで、お、何も見えないじゃんこれ。いや、だからこう使わんと、そのちゃんと、そう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 、使わんと。怖くね、このゲーム。あ、俺このゲーム知ってるな。え、ニコ生とかで見たことある。マジで。はい。え、怖くね、このゲーム。分かりついてんじゃないこれ周り。嘘でしょ、嘘でしょ。F を押してみて。はい、ほら。ああ、そういうことですよ。暗い部屋行ったら押しましょうってことですよ、はい。敵キャラみたいのはいないのかな。あれ、ザビエル開国してください。客違うね。そんな冷たく言わんでもいいじゃん。いやいや、そういうのちゃんと。そんな冷たく言わなくて。そんなので俺がそうじゃない。おっと、なんか違う。なんか言った。違う、あの、言った方を見せてくんないと視聴者わからんから。ちょっと待ってくださいよ。わからんから。え、なんかめっちゃ、え、何今の。そういう半身とかいらんから、そういう技術いいですよ。その目の前の中のその砂嵐みたいなところですよ。テレビか、いやいや、変わらんから。変わらんから。眩しいから。なんか足音しない。あら、これかする。お、なんかペタッペタッ、ほら。そんな半身いらんから、その半身。何が。その半身いらんから。結構大事じゃん。ここ通れる。俺は通れないな。俺だったら多分通れない。これ、あ、無理やり通れてくるんだよ。もう京ちゃんだったら無理だね、これね。もうガシャンガシャン。あ、無理やり取ってるね。お、横見えないやつやん。 あ、なんかカンカン言ってるね。あ、なんか怖い。あの、マウスの感度が速いやと。絶対調整できる。だからオプション見なくていいのって言ったじゃん。あ、お、電池ゲッツ。お、いいですね。よし、 R で再装填。はいはい。このキーボードどこのやつだ。いやいや、そのキーボード、どこのだろうね、これ。エレコムかな、うん、エレコムっぽいね、なんか意外と結構なんか、あれだね、細かいね、絵が。すごい、すごいリアルだな、この。リアルだね、やたらリアル。写真みたいな。ちょっとテレビのクオリティとさ、そう、結構このキーボードのクオリティ、キーボードのクオリティだけ高すぎるだろ。キーボードのクオリティだけ。このパソコンね。はい、なるほどね。主に何をしてくのか俺まだ理解。なんか不自然な、めっちゃ血出てる。明らかに不自然な血の A214 の部屋。もうなんか明らかにマウスを開いていくと出てますけど、大丈夫大丈夫。あれ、そう、自分でコントロールできるんですよ、全部見るか見ないかみたいな。そうみたい。え、なんか音鳴ってるね。プープー、電話じゃない。あ、これは ちゃんと閉めてこ、ちゃんと閉めてこ。閉めて、閉めて。なんでそんなに乱暴に。あんなゆっくり開けたのにね、閉めるときめっちゃ音出すっていう。あ、これは重要なファイルじゃないですか。はい、はい、収集したドキュメントは J J にあるのね。テープキー。あ、消えた。タブキードキュメント。ドキュメント、これさっきのかな、メモかな、今のメモだね。これか。はい、この場所を見るだけで具合が悪くなる。1971年、スキャンダルの政府によって秘密通りに封鎖されたマウントマッシュ精神病院は、2009年に自然組織と偽ってマーコフ精神医療システムによって再開された。携帯電話の受信状態は完全に遮断され、電波がなくなったというよりも妨害されたようだ。マーコフ社には慈善活動として使命を履行している。怖いな、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 アメリカだけに限った話ではない。この場所から出られると考えたということはどんなことでも重要なことだ。最後にはろくでなしを倒すという伝説となるかもしれない。ろくでなしを倒す、まあ、そこだけしかインパクトが強すぎて、あと全部何も入ってこないんですよ。特に何も、このいちいちこの読み終わった後のギュイヤーンみたいな。いや、ちょっとどう考えても電話まず見ないと思う。はい、閉めて閉めて、はい、うるさいんだよな、閉めるのか。何かな、これは特に触れないっぽいな、こういう時は。触れない。またこれあれでしょう。あれ、もしかしてクオリティ高い。クオリティ高いんだよな。高いんだよな。なんだろう。エレコもエレコだな。電話もそうでもないんだよな。電話まあまあだね。でもキーボードは高いんだよな。そういうゲームじゃないと思うよ、多分このゲーム。そうだね。あ、意外とパソコンも結構クオリティ高い。なんもないね。あ、そこ開けれないの、その横とか。待ってよ。なんでもすぐもう閉めて、ちゃんと一回閉めて。うるさいんだよな。ガチャンってうるさいんだよな。もうなんかこの点がさ、うん、FPS っぽくね。FPS っぽい。横の棚とか開けれないの？そこの。なんか触れるやつはなんかさ、あ、光ってるのね。そうそう、こういう
これなんか丸くなんだよ。丸くなんだ。ああ、なるほどね。あれがふわっと。ああ、じゃあ分かりやすいんだ。じゃあ何もないね。何もない。出ましょう。出ます。お家入れてた部屋だよな。あ、ああ、もう。ああ、足や。俺の影。あれとのこんななんか、こんななんか影してるの。なんか俺結構ハードボイルドな感じ。ハードボイルドな。もう、コークハイが合いそうな。あれ？おい、トイレだよ。トイレだよ。お腹痛くなったのかな？これ無視しようね。あ、コークハイ。コークハイ。作れる。コークハイ作れる。閉めよう。まず閉めよう。あれなんか、待って、下見て下。え、何？あ、足跡が。こっちなの？え？お？これリッカー的な何かかな？あれこれ新しいですね。ついたのが。え？あ、でもあそこ雲の巣張ってるから。うん。あ、あそこ通ってないって言うんだ。最近のやつじゃないね。うん。え、でも、めっちゃ違う。あ、左側から来たって可能性は右側なくても。え？ってこと？ゴミ箱とか？なんもないね。あ、あ、上入れるんだ。行くんだ。行かなくて。いや、まず多分ね。血めっちゃ。アクションがあったとこ行った方がいいんじゃない？いいよ。いや、いかんと。始まらんから。冷蔵庫の中見て、冷蔵庫の中。なんかご飯ないの？ご飯。開かない。なんだよ、もう。モリン。モリン。何がモリンや。これ？トイレ行こう。行くの？この頃だともう足跡が。今日じゃいいよ、ここ行かなくて。これ開かないと見た。あ、ほら、天才俺。すごい。ここも開かない？開かないよ。本当だ。ほら開かない。だから多分上に登んなきゃいけない。あっちにも血っぽいの見えんだよね。全然見えないよ俺。え、ここら辺にあるの？ああ、確かに。ああ、確かに。振り向いても何もない。え、もう、これ血つくじゃん、これ。そういう。タイミング合っていこう。ピチョン、ピチョン、今だ。お、いいね。多分ついたね。ついた？で、右は雲の巣あるから、おそらく左だりしてる。ほら、この雲の巣引っかかってないってことは、右は何もないでしょ。あ、さっきの。閉まってたもう動機が荒すぎるよ。あれこっちにもクモスあるよ。どういうこと？俺たぶん、あ、なんか、うほっほっ、なんかいる。え、うほっほっ、今なんかいたよ。おほっほ、ここまずくない？ここまずくない？なんか、ボロいやついたよな。トロール的な。これはこの部屋ですよ、さっきの部屋。だから、その向かいじゃない？そこ。降りたね。降りたよ。で？ここ多分開かないんじゃないかな。開かないね。ボロいやついたよ。生存者かな？かな。え、これ通れるのかな？ジャンプ？はっ！そこじゃない。これそこ開けてないよ。ライブラリー。おお、びっくりした、びっくりした今。めっちゃびっくりした今。俺結構大丈夫なタイプなんだけど。ああ、怖い。今のはちょっとびっくりしたね。怖っ。何何今ちょっと。え、なんか見えなくない？あれ使って、あれ、ほら、アーチスコープ。え、なんもない。あ、いる、倒れてる、倒れてる、下。おぉ、なになになに、なんなの。首がない。ダメダメダメ、早く、ないと、スコープ、早く。はい。あ、なるほどね、こういう風に脅かしてくるんだね。めっちゃ死んでる。うわもう、うわうわうわ。おーい！動くの研究です。研究です。The berries. Very good. マゾかな？マゾかな？喜んでるな。ハイボールくださいって言ってハイボール。ハイボール。何言ってんの？全然わかんない。同情なしかよ。あれはびっくり。あ、え、お、なんか明らかにおかしい。なんか入ってたぞ今。この中に。行こう。え、やっぱり、あ、開かないんだね。開かないんだ。で、今ちょっと反らしたのね。なるほどね、あんな感じで来るんだね。
マジ怖えじゃんこのゲーム。なんなん本当、脅かし系だ。もういいよ、もうやめよ。どういうストーリー性が見えてこないんだよな、まだ。あれこれさっき昨日来なかったっけ。あ、違うか。レロフェイク、何が、何が、おーい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 、どうだ、どうだ、あれ、なんか鼻歌歌ってるけど。And who are you then? 誰だったの？字幕ぐらい流れてもいいよね。そうなんだよね。こういう感じ？あ、カメラ撮られた。I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. 何言ってるか全く分かんねえんだよな。分かんねえんだよな。ただ怖えんだよな。あいつ普通の人間だったな。え、これまだいけるってこと？動いた？あ、おお、もういきなり目の前がもう黒い。新しい目標、精神病院から逃げましょう。セキュリティコントロールにアクセスしてメインドアを解除。ほう、カメラ、あ、こっから逃げろってこと、ね、カメラ撮られてない。この建物から逃げましょうってことかな。そうみたい。え、でもそっから逃げれないの。セキュリティが解除されないと出れないってことね。ああ、はいはいはい。それでじゃあやばいと、もうパソコンかな。じゃん、何今、まあ、どうやったら勝ちなのこれ。おそらくあいつがまあ危ない系なんだろうね。めちゃくちゃでかいの来たよ。さっきでかかったね。もうトノだって諦めてマウス手離したもんね。もうなんかもう逃げることすらしてなかったもんね。だって何もなかったよ今。パンチとかできないでね。攻撃があるわけでもなさそうだしね。そうそう、お、あ、なかった。よ、見てこ、見てこ、見てこちゃん。はいはい、わかりました。私は中にいる。ちょっと読んじゃって。私は中にいる。あちこちに死体が、血も燃えた後も。バーがちょっと、バーとシルクバーかぶっちゃった、はい、バーのボトルのように頭が並べられていて、うん、マーコフ社の科学者たちの死体が天井から下げられている、うん、そのバッシにはマーコフ社バッチな、バッチ、バッチにはマーコフ社の先進研究システムと書かれている。あら、お前バカか。いや、バカじゃないよ。大丈夫か、うん、養生に。マーコフ社の長期にわたる金儲けの前向きには表向きに、表向きには頼むぞ。うん、大丈夫、いいな。善非活動、慈善活動かな。頼むぞ、頼むぞ。大丈夫、今の大丈夫。でもいいな、これネタだからネタ。あ、本当にちゃんと読めるから本当はね。利益を上げてきたはずだ、はい、第三世界だの莫大な資産だのはクソくらいだ。急に急にちょっと揺れる場所だろ。これどん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 マーゴフ社はどうして気が狂った人たちがたくさんいる建物で金儲けをしろと考えたんだろうか。口に刺されたブドウのように縛り付けられた戦略的な計画計画がいるぞと、ちょっとよくわかんない。情報を教えてくれ。出ないと死んで死。あ、あ、まだあったあったマウ。だったら収めてよ自分ね。あの、自分が来た道がラッキーだと。文字のサイズちょっと変えたらこれ入ったでしょ、これ。むしろそこのスペースいらないよね。自分が来た道がそのままだったらラッキーだと。なるほど、うん、とりあえずなんかもうやばいことしてんだね、この建物の中で。要はとにかくやばいんだね。とにかくなんかとりあえずいろんな人が死んでると、研究者がめっちゃ死んじゃってるよって話ね、はい、あれさっきこいつこれ、あ、なんかよくわかんない。あれ、なんか患者のイニシャル、うん、ロッカーになってる。あ、さっき出てきたやつかな。肺活量測定により軽度から中度の気管支蓄膿これ蓄積を認める。 MRI スキャンにより患者自身報告し M との同一性を確認。ウォーカーは自傷行為を行ったため高速化での面談を受けた。彼の拠点に適応するために高速を改造しなければいけない。あ、拠点さっきの、あ、さっきです。広範囲に当たる皮膚の発信は、携帯形成エンジンの細胞活動の失敗と一致する。おでこの皮膚が剥がれてきてちゃんと前の見えないと訴えており、幼い頃に見た昔トカゲ、昔トカゲのような頭頂部が頭頂部があるよ。皮膚に対して不安感を強くします。特に唇と腹の周り専属の用務係に対しては今後自傷行為に気をつけるようにアドバイスすべき。アフガニスタンにいた頃に受けた心の傷が ME プロセスの進行に関する医療だ。治療によって増幅された乏しい脅迫観念は軍事セキュリティプロトコルの創業的誇張表現である。科学的および物理的な拘束の継続を強く進める。よくわからない。なんかさ、バイオハザードとかもそうなんだけどさ、こういうホラーゲームってすごい重要なことこういうの書いてくれてるじゃん、うん、だからあまりにもこうなんかサイドがしっかりしすぎてさ、あんま頭入ってこない。多分これちゃんとやってたら多分すげえちゃんと書いてくれてんだろうけど、うん、あれ、そこの扉開く、その扉開く、そのあれ。なんかちょっと一旦考えていい、うん、
いたね今。もう一回見て。ん？あれは、うん、行っちゃダメなんじゃないかなこれは。いやでも道がとの。待って行かなくてもいいかもしれないじゃん。なるほどね。だってあっち側もあったから。あそうだね。あれ？あれ？まだ。なんか聞こえる。さっきの電話で電話。ここ締め切られてる。ここは階段降りてんじゃん。あれこれさっき乗ってた車椅子の。あ、これ あそこだ。あ、痛いところあれ。ん？あ、でも上がってること気づかないよね。ん？あいつ弱いんじゃないもしかして。いやいやいや、どの。え？まあ行かないことに越したことはないですか。まあ他ちょっと行ってみましょう。勝てそうじゃねえ全然。いやだからこっち攻撃方法ないでしょって。キュイーンしかないからちょっと耳障り程度だけだから。そっか。死は行ってない。うわーちょっと殿あの距離でびっくりするって。もうあの距離でびっくりしちゃうってどういうこと。もう増物もうパラダイスの増物がもう武器拾う武器。